Python でスマホアプリを作る。Python を使っている人なら一度は調べたことがあるのではないでしょうか。以前に Python で iOS アプリを作る方法についての解説動画を投稿しました。これは Python の GUI フレームワークの一つである Kibi で作られたアプリを Kibi iOS を使って iOS 用にビルドするというものでした。今回は Kibi で作られたプログラムを Android 用にビルドする方法について解説していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。Kibi で作られたアプリを iOS 用にビルドした際には Kibi iOS を使いました。同様に Android 用にビルドするには Python for Android というパッケージングツールが必要となっています。Python for Android、略して P4A で Kibi アプリから Android 用の APK ファイルを作成するまでの流れは次のようになります。まずは P4A のインストール。次に P4A の依存関係のパッケージのインストール。そして Android SDK、NDK をインストール。その後、プラットフォーム、ビルドツールをインストール。最後にビルドするための設定を行いビルドします。手順が多くてとても大変そうですね。そこで今回はビルドーザーを使います。これは Python for Android を使って APK ファイルを作成するプロセスを自動化するツールです。 Python for Android、 Android SDK、NDK など必要なものを自動でダウンロードし設定してくれます。これを使うことで Kibi アプリから APK ファイルを作成するのがかなり簡単になります。しかし便利なビルドーザーにもいろいろと問題があります。まずは Windows では使えません。使えるのは Mac と Linux のみです。しかも動画投稿時の最新の MacOS である Big Sur にはまだ対応しておらず、エラーが出てビルドが失敗します。なので現時点では Linux 以外では動作しません。そこで今回は Docker を使います。詳しい説明は省きますが、 Docker は Mac や Windows のシステム上に小さな Linux を起動し、その仮想環境の中でプログラムを実行させることができます。ビルドーザー公式も Docker イメージを配布してくれているので、簡単に Docker でビルドーザーを使うことができます。よって今回は Docker 上で起動した Linux でビルドーザーを動かして APK ファイルを作成します。 Android 用にビルドするのは Kibi iOS の時と同様、ボタンを押すとダイアログが表示されるだけの非常に単純な Kibi アプリです。では前置きが長くなりましたが、早速始めていきましょう。テスト環境はこのようになっています。今回は Mac と Windows の両方でテストしていきます。なお、Docker は使えるように設定済みの前提で解説していきます。まずは Mac からです。作業フォルダを用意し、冒頭で見せた Dialog を表示するだけの Kibi アプリのソースコードを作業フォルダへ移動させます。ソースコードのファイル名が main.py になっていることを確認してください。本来であれば、ここからビルドーザーをインストールして APK ファイルを作成するのですが、投稿時ではビルドーザーが Big Sur では動作せずにエラーとなるため Docker を使います。まずは Docker デスクトップを起動します。起動するとメニューバーに Docker のアイコンが表示されるようになります。この動画内では分かりやすいように Docker デスクトップのダッシュボードを表示させておきます。ではビルドーザー公式が配布している Docker イメージをプルします。次のコマンドをターミナルに入力します。ビルドーザーの Docker イメージがダウンロードできました。では、Docker イメージからコンテナを作成します。GitHub に公開されている Docker ファイルのソースコードを見てみると、対話式のシェルを使う際のコマンドが記載されています。今回は Docker の解説動画ではないので詳しくは説明しませんが、このボリュームオプションでパスを指定することで、指定したフォルダ内のファイルに Docker のコンテナからアクセスすることができるようになります。また Docker のコンテナで作成したファイルもホスト側からアクセスできます。他のオプションに関しては概要欄に簡単にですが意味を書いておくので後でご覧ください。
Mac の場合はこのコマンドをターミナルに入力すればビルドーザーが使えるコンテナが作成できます。しかし個人的には次の理由でこのコマンドのままだと使いにくいと感じました。なので今回このようなコマンドに変更しました。オプションに関しては短縮形が使えるものは短縮形に変更しています。また Windows の場合はパスの表記が一部異なりますので注意してください。ではこのコマンドを実行してみましょう。ターミナルで作業フォルダに移動し、先ほどのコマンドを実行します。コンテナが作成され、ターミナルで Docker のコンテナの hostcwd というディレクトリに入りました。Docker デスクトップのダッシュボードでもコンテナが作成されていることがわかります。ls コマンドを実行してみます。コンテナ内の hostcwd ディレクトリに main.py ファイルが存在しており、コンテナから作業フォルダにアクセスできています。ではこれからビルドーザーを使って apk ファイルを作成しましょう。まずは次のコマンドを実行してビルドーザーの設定ファイルを作成します。設定ファイルの中身を見てみましょう。いろいろな設定項目があります。とりあえず最低限の設定を書き換えていきます。まずはアプリ名、パッケージネーム、パッケージドメインを書き換えました。ソース DIR は main.py の場所を指定する設定項目です。今回は設定ファイルと同じフォルダに main.py があるので、ここは変更しません。バージョンの項目ではアプリのバージョンを指定できます。今回は 0.1 のままにしておきました。リクワイメンツの項目ではアプリで使用する Python モジュールを指定します。ここで指定した Python モジュールが Android で動くようにビルドされます。Android 用にビルドできる Python モジュールは Python for Android の GitHub のレシピのページに記載されているものとなっています。今回は Python と Kivy 以外は使用していないのでそのままにしておきます。他の設定項目は変更しませんでしたが、パーミッションやバージョンコード、アプリのターゲット API レベルなどはよく触る項目だと思います。それらに関しては公式ドキュメントに詳しく書いてあるので、そちらを参照してください。設定ファイルの書き換えが終わったので、APK ファイルにビルドしましょう。次のコマンドでデバッグビルドします。ビルドが始まります。ビルドーザーのコマンドはいくつかありますが、今回は Docker 上で動かしているので、Android 端末へ直接アプリをインストールすることはできません。なのでデバッグビルドの時はビルドーザー Android デバッグ、リリースビルドの時はビルドーザー Android リリースを実行して APK ファイルを作成し、 Mac 側で ADB コマンドを使ってアプリをインストールする必要があります。時折同意を求められますので Yes と答えます。初回のビルドプロセスでは Python モジュールを Android 用にビルドするので非常に時間がかかります。私の環境だと25分ほどかかりました。しばらく休憩を取りましょう。ビルドが完了しました。bin フォルダと隠しフォルダであるビルドーザーフォルダが生成されました。ビルドーザーフォルダの中には Android 用にビルドされた Python モジュールなどが入っています。 bin フォルダの中にはビルドされた APK ファイルが入っています。先ほど述べたように Docker のコンテナからは直接 Android 端末へアクセスできないので、一旦 Docker のコンテナから抜けましょう。そして Mac に Android 実機を接続し、 ADB コマンドで APK ファイルをインストールします。ボタンを押すとダイアログが表示されるだけのアプリが Android アプリとして起動できました。
Windows の場合も Docker を使うので Mac の時とほとんど同じ手順です。簡単に流れを見ていきましょう。作業フォルダを用意し、キビアプリのソースコードを作業フォルダへ移動させます。ソースコードのファイル名が main.py になっていることを確認してください。次に Docker デスクトップを起動します。では Docker イメージをプルしましょう。パワーシェルで作業フォルダに移動し、次のコマンドを実行し、イメージファイルからコンテナを作成します。Mac の時とはパスの表記が異なっているので注意してください。コンテナが作成され、パワーシェルで Docker のコンテナの hostcwd というディレクトリに入りました。Docker デスクトップのダッシュボードでもコンテナが作成されていることがわかります。ls コマンドを実行してみます。コンテナから作業フォルダにアクセスできています。では、ビルドーザーを使って apk ファイルを作成しましょう。次のコマンドを実行して、ビルドーザーの設定ファイルを作成し、最低限の設定を書き換えていきます。設定ファイルの書き換えが終わったので、APK ファイルにビルドしましょう。次のコマンドでデバッグビルドします。アプリをストアに公開する場合は、リリースビルドコマンドを使用してください。ビルドが始まります。Mac の時と同じように、同意を求められた時には Yes と答えてください。私の Windows 環境だと、初回のビルドプロセスは1時間ほどかかりました。しばらく休憩を取りましょう。ビルドが完了しました。Mac の時と同様、bin フォルダと隠しフォルダであるビルドーザーフォルダが生成されました。bin フォルダの中にはビルドされた APK ファイルが入っています。Docker のコンテナからは直接 Android 端末へアクセスできないので、一旦 Docker のコンテナから抜けましょう。そして Windows マシンに Android 実機を接続し、ADB コマンドで APK ファイルをインストールします。私の Windows マシンはサブ機なので、Android 開発環境が整っていませんでした。環境を整えて、もう一度 ADB コマンドでインストールします。Windows でも問題なく APK ファイルを作成し、インストールできました。今回は Python の GUI フレームワークの一つである Kibi で作られたアプリをビルドーザーを使って Android 用にビルドし起動してみました。Kibi iOS の時にビルドした Touch Tracer という Kibi の公式 GitHub で公開されているデモアプリを Android 用にもビルドしてみました。このように同一ソースコードから iOS、Android の両方のアプリが作成できています。もう一度 Docker のビルドーザーを動かす場合はコマンドラインで次のコマンドを入力するか、もしくは Docker デスクトップから簡単にコンテナに入ることができます。今回の動画では Docker については詳しく解説しませんでしたが、 Docker は非常に便利です。よかったらいろいろ調べてみてください。ビルドーザーの設定ファイルではいろいろな設定項目がありました。基本的には公式ドキュメントを読んだり、設定ファイルのコメント読めば理解できると思いますが、
バージョンコードの設定項目は少し分かりにくいかもしれません。 Google Play Store に公開する場合に必要な項目なのですが、なぜかデフォルトではコメントアウトされており、デフォルト値7211がセットされています。ストアに公開する際には忘れずに変更しましょう。またビルドーザーのデフォルト設定では APK ファイルの ABI 設定が次のようになっており、 X86 版のパッケージは含まれていません。なので Android 実機ではインストールできるのですが、 X86 版のエミュレーターではエラーとなってインストールできません。 ARM 版のエミュレーターもありますが、このダイアログの通りで非常に動作が遅く使い物になりませんでした。エミュレーターにインストールする場合は、ここの設定を Android エミュレーターの ABI 設定に合わせる必要があります。しかし設定をエミュレーターに合わせると、今度は Android 実機にはインストールできなくなります。少し不便ですが仕方ありませんね。ビルドーザーが現時点で対応しているのは Android と iOS です。 iOS の場合は KiwiiOS での設定を自動で行ってくれます。iOS は現在開発途中とのことですが、それなりにちゃんと動くそうです。他にも OS X にも対応するために開発を続けており、最終的には Windows、Linux にも対応させる予定とのことです。今後の動向については公式サイトを追ってもらえば良いのですが、ややこしいことに、ビルドーザーという名前の別のオンラインサービスがあります。こちらのオンラインサービスは自動設定ツールであるビルドーザーとは無関係なので注意してください。今回の動画は以上です。この動画が面白かった、役に立ったと思ったならいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。